きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信簿、今日はソフトバンク戦です。はい、ソフト、ちょっともう一回やり直す。ソフトバンク戦ですって言いました。今ちょっとな、鼻水落ちてきそうだって。あ、なんで、今なんて言ったんだろうと思って。ソフトバンク編です。気合で乗り越えようとしたけどね。ソフトバンク編です。はい。今ちょっと鼻が、はい、つともかつもらか、一瞬迷っちゃって、そう、はい、っていうところでね、はい、まあ竹内くん強豪でいって外して、うん、次はね、前田くん強豪のせいでも、うん、最後当たりくじ残ってたね。残ってました、最後までね、はい、前田くんはソフトバンク、楽天、うん、日本ハム強豪か、はい、ねえ、うんうん、そこでソフトバンクっていうところで、はい、ソフトバンクなんて言ってました、その時は、はい、まあ、確実に投手は取っていくだろうと、うん、なので1巡目は多分即戦力のピッチャーに行きそうとね、うん、あと3、4あたりで捕手を取るっていうのもあるかもしれないと、うん、投手の1軍は150キロ投げるかがこうボーダーラインなので、うんうん、まあ、球速い系に行くだろうという、うんうん、で既存の野手は同じタイプの選手しかいないと、うん、で佐藤さんなら、まあ、1位投手、2位に大砲候補の大型内野手、うん、3位投手、4位捕手ぐらいでいくんじゃないかなっていう話でした、うんうん、さあということでね、はい、まあ、1位からね、1位はその竹内君を外して前田君ね、大阪桐蔭、うん、だから高校生ナンバーワン投手だよね、はい、評価としてはね、うん、で続いて、岩井君、はい、広瀬君、村田君、澤柳君、大山君、藤田君、はい、で育成が8人で大泉、宮里、桜、中澤、星野、藤原、藤田、長水選手っていうところをね、うん、はい、獲得したってなってますけども、うん、1位前田君はちょっとびっくりしたね。そうですね、うん、もうちょっと即戦力系いくかなって、ね、そう、まあ、竹内をね、即戦力系で言ってるけど、うん、杉も即戦力系でいくかなっていうところで、はい、草川君いくかなと思ったけどね、うん、正直ね。でもまあね、まあ、前田君っていうところで、うん、細野君とかもね、はい、2位とかでいくかなと思ったけど、うん、細野、草加よりも前田君の評価の方が高かったってことだよね。そうですね、そのソフトバンクの中ではね、はい、まあ、小蛇君もそうですよね、うん、その次小蛇行ってました、うん、だから多分2位で岩井君を行ったと思うんだよね、はい、即戦力投手ね、うん、だからそこで行かなかったらもう今ピッチャーがね、うん、目に見えて火の車状態なのに、ね、取っていって改善しないとっていうところあるから、うん、で3位でね、広瀬、昨日優勝決めて総決戦勝ってね、うん、ツーランホームラン打って、はい、っていうところで、ね、岡田さんに並ぶ20号ってね、書いてました、うんうん、っていうところで、ほら、ほぼほぼ当たってんじゃない？いや、当たってますね。1位投手、2位大型候補の、ね、大型大砲候補内野手、まあ 3位投手だから、うん、で上位3つでね、はい、投手、大砲候補内野手、うん、でしかもファーストだもんね。ファースト空いてるしね、ソフトバンク、うん、だってあの野村とかファーストで出てたもんな、うん、最後らへんね、はい、じゃあそういった面では空いてるから打ちさえすれば、はい、開幕スタメンも十分ありえるよね、うん、そういったところではで、ここで4位に村田くん、でこの村田くんと岩井くんでどうにかしたいパターンだろうね、うん、で、沢柳くん、大山くん、全員ピッチャーだからね、はい、野手だって広瀬くん一人だもんね、あと藤田くんキャッチャーね、だからキャッチャーはやっぱりね、クキー戦力外にしたから、はい、まあ、最低でも1人取っとかなきゃいけないっていうところで、うん、まあ、1位高卒ですけど、その他のピッチャーはみんな即戦力ですからね、うん、まあ、こうね、どうにかしなきゃいけないパターンだからね、うん、そうですね、まあ、そういったところではまあ分かりやすい、今のチームをね、うん、の足りないところを分かりやすく取ったドラフトだったんじゃないのかなっていうところはあるけどもね、うん、はい、でしかも内野もね、あの同じような選手って、まあ、右投げ左打ちの中距離ヒッターの小粒型ばっかりなのよ、うん、でそこでね、こうパンチ力ある広瀬君を取れたっていうところは非常に大きいとも思うし、うん、まあ、ソフトバンクはね、4軍制があるからね、はい、育成をね、8人も取ってるっていうところもね、うん、まあ、あるけども全体的にバランスは良かったんちゃうかって思うけどね、まあ、だからもうね、来年どうにかしなきゃいけないんです、ドラフト監督変わりましたけど、うん、でもあれですね、慶応の選手結構ソフトバンク好きですね、まあ、柳町正樹、はい、うん、そんなにこう今野手の慶応の人ってそうこう球界にそんな多くない中でソフトバンクに3人っていうね、うん、そうだね、うん、好きだなってなんかイメージありますね、まあ、でもまあね、結果を残してるからね、はい、20本だもんね、ホームランね、はい、うん、大学通算ね、うん、っていうところでもね、まあ、ここがプロに入って、まあ、どうなるのかっていうね、はい、ところはあるけども、楽しみですね、うん、これも広瀬が大活躍していったらもうリチャードいらなくなる、ね、正直タイプ的には似てるからね、ポジション的にも ね、だからリチャードも勝負だね、ピッチャー 1、2、3、4、20歳以上4人だもんね、はい、ピッチャー取ってんのがね、うん、育成でも結
こう駒澤大学、うん、徳島インディゴソックスとか、うん、BC 大泉ね、うん、ソフトバンクはもう4軍を賄わなきゃいけないからね、うん、育成やっぱ数取らなきゃいけないからね、はい、あと試合からそんな慣れないからソフトバンクは何気に、はい、うん、結構きっちり70人近くまで行くからね、はい、あの支配下ね、枠をね、うん、だからあれすればいいのにね、支配下で取る人数以上は、うん、あの育成取っちゃダメっていう、だから支配下が5人だったら育成は4人までっていう、はい、ああ以上取っちゃいけないっていう、ないっていう、でも育成って何人抱えてもいいんですよね、そう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 、うん、でもまあね、去年の動画で言ったけど、はい、取りすぎちゃうとね、うん、あの本当あの買い殺しにもなるし、うん、あとアマチュア野球界がね、その良くなっていかないっていうところと、うん、あとは俺今年のドラフト全部見て、はい、一番思ったのが独立リーグがめっちゃ多いって多かった、しかも2位もいるじゃんね、2位に2人いますよ、ロッテのね、うん、あの大谷くん、はい、ともう1人いるから、うん、阪神のね、あ、シーバくんっていう、うん、その独立も上がってきて、で今だったら来年からね2軍も2チーム、はい、独立リーグ系が増えるわけじゃんね、うん、ってなった時にこういうふうに独立でも頑張ったらこうプロに入ってこれるわけじゃんね、うん、ってなった時に育成であんまりその前に抱えすぎちゃって、うん、みんなやっぱりプロ行きたいから志望届出すじゃんね、はい、まあ、俺の見解だけども志望届出しすぎちゃうと、うん、その絶対かかるような選手は出した方がいいけど、うん、これかかるかかからないかわからない、いや9割かからへんやろみたいな選手もやっぱひょっとしたらに 10% にかけて出すじゃんね、うん、はい、志望届をね、うん、でそうなった時にそれまで来てる大学とか社会人とかオファーを、うん、が来てるけども、いやちょっとドラフト待ちたいんでってなった時に、それは上位指名されるような選手は待ちますって言ってくれるわけ、うん、でもそういう選手は枠もね、大学は社会人側も枠あるから、うん、そのためにやっぱ取っとけないから、はい、違う選手に与えると行き場がなくなるわけよね、うん、ドラフトでかからなかったら、はい、でそういう人たちが多分独立リーグに行くと思う、ね、うん、だから独立リーグのレベルも上がってきてる中で、あんまり育成ね、そのチームのためにはいいけども抱えすぎちゃうと、うん、こういうふうに独立行ってもすぐこのねドラフト上位で入ってこれるっていうところがあるんだったら、うん、そっちを選択肢も与えて独立リーグとか社会人とか大学のレベルを上げることによってプロ野球のレベルも上がっていくから、うん、ね、そこら辺も、まあ、難しい問題だけどもそろそろ考える時期ちゃうかって正直思うけどね、うん、その人数も決めていくとか、支配下以上は取っちゃダメっていう、あ、まあ、そうしたら膨大には増えないですよね、そうそうそう、うん、育成取りたかったら支配下も取らなきゃいけないっていうね、うん、なるほど、うん、ってなったら選手たちもそれによって支配下で取ってくれる可能性があるわけじゃん、うん、育成じゃなくて、はい、だ選手たちも嬉しいしっていうところの改革も、まあ、多少なりとも必要になってくるんじゃないのかなっていうところはあるけども、まあ、ソフトバンクの全体のドラフト見ると来年勝てないといけないです、ドラフトそうですね、即戦力多く取ってますね、うん、でもここら辺がハマってこないと、まあ、あとはもう、うん、その FA とか移籍だね、はい、ホークスは ね、うん、ね、やっぱ今年結構ね、やっぱ一番の目玉はもうバウアーじゃないのバウアー残留なのかホークスなのか、はい、うん、だってお金で言ったらもうね、はい、ホークスに勝てないから、うん、だからそこら辺はどうなるのかによって多分大きく変わると思うんだよね、うん、で前田君とかが3年後ぐらいにね、宮城とか山下俊平太みたいに出てきてくれればね、うん、めちゃくちゃ大きいしね、はい、だから和田がいるからね、和田にいろんなことを習ってやっていけばね、うん、いいお手本いるからね、前田君にとってもソフトバンクは良かったんじゃないのかな、うん、和田投手みたいに長く投げられる秘訣を聞きたいみたいなことも早速言ってました ね、 ね、うんうん、だからそこら辺ね、トレーニング法とか学んだりね、うん、やっていくとその前田君にとっても環境としてはいい環境に入れるけども、はい、和田一軍にいるからね、はい、あ、確かに行かないと一緒のこと学べないからね、はい、だからそこら辺もまあね、本人頑張ってっていうところもあるしね、うん、まあ、広瀬君にはどこまでね、ちょっと最近慶応出身のね野手があんまり大砲系で育ってないっていうところもあるからね、はい、吉野さん以外いないんちゃうかっていうぐらいね、野手ね、うん、だからそこら辺は ね、 どこまで頑張れるかっていうところは楽しみだし、うん、村田君もね、もうちょっと上位なんちゃうかっていうね、はい、ところもあったけど、まあ、4位でね、4位になってしまったのか4位で取れたから良かったのかっていうところもあるけども、うん、まあ、そこら辺はね随時追っかけて見ていきたいなっていうね、だからこの 1,2,3,4,4 人のね試合下の20歳以上のピッチャーたちが、はい、どこまでホークスの今ね、うん、投手陣に食い込んでいけるかどうかで来年のねホークスの順位はね変わってくると思うんで、はい、まあ、思い切ってねピッチャー中心の編成をしたっていうところでは非常に良かったと思います、はい、では、はい、評価、はい、評価は B です、 B、はい、その心は、そうですね、やっぱり1巡目に竹内選手を外しちゃったっていうところがね、うん、っていうところがあの来年に向けてはもうワンジャンプいけたんちゃうかっていうね、うん、ところは
あるかなっていうね、はい、ところがあるんで、うんうん、まあ、そこら辺はね、やっぱこの前田君が悪いわけじゃないけども、竹内選手をいけるかいけないかによって来年の投手陣の層の厚さがね、はい、変わるから、来年1年間だけで見てると、うん、まあ、B なんかなっていうね、うん、ところはありますね。まあ、その分今井君ね、頑張ってほしいですね。そうそうそう、でも構成はめっちゃ良かったよ、はい、ドラフトの来年のためのという、うん、とか未来のためにも含めて構成上はすごい俺は良かったと思う、うん、はい、正直ね、うん、はい、ということで皆さんの評価お待ちしてます。はい。